はい、皆さんこんにちは、もむけです。じゃあ、日曜限定かな、ゴールドラッシュ、これやっていきましょうかね。光のタクト行こうと思ったんですけど、スタミナがね、あと17しかなくて、まあこっちね、やっていきましょうかね。ゴールドラッシュ、これがね、結構金策でもあり、そのレベル上げにもなるっていうことでね、これをね、どんどんやって、ね、スタミナが満タンになったら、これでどんどん消化し、2回ぐらい、2、3回やって消化していくっていうのを繰り返した方が、やっぱ、日曜はね、しっかりと、時間あるときはね、やった方がいいっていう風に、お、来た、ゴールデンスライム、出るんだ。ダメダメ、ちょっとこっちこっち。あれ、倒した？やったやった。倒した、やったやった。ね、ベギラゴンとかしてる間あったらね、一発ぐらいパンチ入れたいとこですもんね。ってことで、いつも通りの声がね、出ましたけど、はい。じゃあ、にっこりしてるので、回復と。まあ、ゴールドラッシュなんで、ああ、まあ、ベギラゴンすぐ撃っちゃうな。はい。じゃあ、どんどん回復しましょう。中級でも結構弱いっすね、これね。おぉ、すごいな。前やったのってじゃあ初級だったのかな。はい、冷たい息食らっちゃうかな、この距離だと。ああ、結構食らっちゃった。なんか間合いっていうか、集まれ今押すべきでしたね、もし食らいたくなければ。はい、で一応ターゲットね絞ったんで、こいつをね攻撃してほしいですけど、一応ね前回からパーティーちょっといじって回復でね入れるようにしました。ちょっとさすがにね、回復ちょっとあるだけで全然違うんで、まあ、どのゲームでも一緒ではあるんですけど、ちょっと竜王、あれっすね。全然わかってないけど、あ、一応流れ玉的なやつが一発食らいましたね。はい、じゃああと一匹でーす。ゴールドマン。こいつはあんま逃げないんですね。ベギラマと、ね、ベギラマ使いが二人いますからね。結構やっぱ魔法いいな、全体をバーッと攻撃できるんで。おお、一気に1100。すごいな、中級でこんなもんなんですね。すごいすごい。結構やっぱたまりますね。だって1000貯めるのって結構通常だと、これ、結構回りますよね。1000貯めたら10回引けるじゃないですか、雑魚のやつがね。やっぱりこのパターンが一番レベル上げになるかもしれないですね。今んとこ大事なのってお金よりも、あっちですもんね。レベル上げですもんね。金策っていうのは、まあ、レベル上げのための金策ですもんね。なんか欲しい武器とか、特にないですもんね。だから、こういうことか。これでしっかりと何周も回ってれば日曜日に。これで10連引けるんですね。なるほどね。一応これで終わりかな。はい、じゃあパレードクリアです。じゃあまあ、これを、今15使っちゃったんで、もうほとんどスタミナないんですけど、まあ、これで結構溜まったと。今0、ほぼ0ゴール、3ゴールドぐらいしかなかったんで、薬草ね、バーって買ったら0になって。それでもね、2000ぐらい、中級だけで来ましたね。で、金策はこれを、なんかね、動画のね、下のコメント欄でね、のね、人が言って、教えてくれたんですけど、この後にこれを行くと、ちょっと間違えちゃった。探検スカウトの下っ端の10連行って、それを食べるといいっすよっていうことで、これね、10連で下っ端の洞窟で、これでまあろくなもんが出ないですけど、ポケモンどんどんね、飯として扱うと。はい、どんどんねゲットなんで、この中で C 以上が4匹か、まあレベル1ですけど釣れますかどうかですね。まあ2匹ぐらい、でこれ連れ回して食った方がいいのかな、その辺もちょっと見とかないといけないですね。ちょっとどうなのか。でこれで何匹か連れ回して捕食するのかな、それとももうそのまま食べるのかな。じゃあこれでモンスターでまっすぐにいただくと。で気合伝授で、気合伝授でレベル上げたやつをに掘り込むと。どんなもんすかね。誰にしようかな。ちょっとね、じゃないとパンパンになっちゃうんでね、今はもうギリギリなんで。竜を上げるか、桃色がちょっと足ひ、早くね、バギー系覚えたいですもんね。バギー系のバギークロスとかね、
早く覚えたいんで、今捕まえた10匹をこうやってこっちに掘り込む。いくらだろうこれ、 7000？ あ、じゃあ5800か、微妙だな。まあこれで、じゃあ今回、まあ覚えてみましょう、5800と。で、これで、何回かレベル上げした後に行けばいいのかどうか。まあその方が、ね、レベルを8ぐらい上げた後に、やったらいくらな、あ、ちょっと大成功は紛らしいな、逆に。はい、まあ良かったですけど、5800でしたね。まあこれ覚えておきましょうか。はい、まあ、あ、じゃあまあこんな感じで5800と同じなんですけど、まあこれを繰り返すと5800でしたね。ってわけで今回成功したと。なんかまあ1万2000ぐらいですか、まあ、経験値になるんですね、1回あたり。まあ6000ぐらいと。はい、というわけでね、まあスタミナが溜まった時にはね、15が中級か。まあ、あの、どれぐらい、どこに行くかにもよるんですけど、まあ、上級でも多分これ、楽勝に行けた感じするな。まあ、メンツによりますけど、まあ、行けるかなっていう感じで、まあ、後でね、上級行こうかなと思うんですけど、これでね、回すとやっぱ金がザクザク入るようですね。というわけで、まあ、これをね、しっかりと毎週やっていこうかなって感じなんですけど、これがね、金作兼レベル上げの方ね、なるっていう風に聞きました。まあね、1回スタミナ15あたりで、さっきは、1万2000ぐらいですか。1万2000の経験値ですね。ってことで、まあ一番いい効率のいいやつをね、探してやるような感じになると思うんですね。多分まあ、ね、上級だろうと思うんですけど、後でね、上級でどれぐらいなのか計算してみたいと思います。はい、じゃあまあ1回目ね、金作レベル上げチェックはこんなところで終わりたいと思います。はい、失礼します。